はい、着きました。今日はちょっと、不信仰についてまた話を続きたいと思いますが、今はヘブル書の11章を見ていますが、ちょっと復習として、私たちはまず第一に信仰によって、救われていることを見ましたね。そして私たちは信仰によって清められていることも見ましたね。そして信仰は神様からの賜物であることを見ました。そして信仰は土台的であることを見ましたね。そして、ヘブル書の11章に、例えとして、信仰の、良い例えとして、その昔の人々の話がありましたね。ですから昔の人をちょっと、毎週一人というわけではないかもしれませんね。二人三人になっちゃうかもしれませんけども、今日は、先週はアベルのことについて見ましたね。アベルが信仰によって正しいものを捧げたということで、羊を捧げたということを分かりましたね。そして今日はエノク。エノク。エノクって名前、聞いたことあるでしょうね。エノク君っていうね、日本人の名前でも時々、聞きますけども、今日はエノクの、話を、見ていきたいと思います。まず、ヘブル書11章の5節を読んでくだされば、読みたい人いますか？特になければお願いします。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。でその話はどこからであるかというと、創世記の5章。創世記5章の21節から24節に記録されています。そこのところまで見ていいですか。はい。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。はい。エノクみたいな人はいませんね。他に聖書の中で神様がね、神様のために生きて神様と歩んで、召された、死なずに召されたっていう。ですから今日はエノクのお話をちょっと見ていきたいと思います。まず第一にいろんなことを信仰によってエノクは経験しました。まず信仰によってエノクは移されたと書いてあるんです。旧約聖書の文では神様が彼を捕らえたと書いてあるんですけども、その神様が捕らえたとか、移されたとか、死なずに天国に行ったというわけですね。それは11章の5節に、ヘブル書11章の5節に記録されてますし、移されましたと書いてありますね。そして、旧約聖書の文、その5章、創世記5章の24節のところに書いてあるんですね。神が彼を、移されたと、ね、彼を捕らえたというのが書いてありますね。ですから、エノクは、信仰によってですね、これは信仰によって書いてあるね。で、どうしてエノクが、信仰を持って捕らえた、移された、死なずに出されたで、私たちは信仰がないからですかっていうわけで、ね、神様はいろんな人を信仰によっていろんなことを、させてくださいましたね。私は信仰によって私は神様に心を立つべきですね。でも信仰、同じ信仰によって。あなたは私と同じことではなくて、他のことを、でも同じ信仰を持たなければいけないですね。信仰が大切ですね。どうなったかが大切。だから神様は私は死なずにね、天国に連れてってよっていうよりも、神様は私に望むことをしてください。神様が望む御心を果たさせていく。果たさせてくださいという願いがあるべきですね、私たちは。でもそれは信仰ですね。信仰によって、信仰が必要ですね。だから事情は、大切ではないです。信仰が大切ですね。ですから、まずエノクは、この移された、いなくなったとかね。そして、まあ、言い方がいろいろありますけど、死なずにってね。信仰によって、エノクは死を見ることがなかった、ね。死ななかったですね。もう、あと、聖書の中で一人だけね、死ななかったっていう、天国に死なずに移された人がいましたね。知ってますか？誰でしたか？
エリー何？ヤカシャラ。ヤカシャラどっちだ？どっちだった？ヤカね。そう、僕もいつもヤカシャラ、ヤカシャラどっちだった？忘れた。そうです、エリアですね。彼も、だからまあ、あの、黙示録のところにその預言者が二人いるでしょう。で、ある人はそうでね、それがね、エノクと、エリシャ、エリアか、ね。だって死なずに、だから死ぬんですよ、その人で。だから、まあ死んなかったからってね、そういうことはわからない。それは、とにかく、神様は死なず、死なない状態で、神様が身元に引き上げてくださいました。でもそれ信仰によってですね、神様がそれを、どう言ったかは知りません。来なさいとか、踏み出しなさいとか、わからないね。でも何か神様に従ったので、神様がそれを果たされてね。ですから、エリシャも、エリアも、神様がここに行きなさいという場所に行きましたね。そしてエリシャにここで待て、待てろと言う。エリシャ、いや、俺は待たんぞ。一緒にいるぞ。絶対に行ってきます。ですから、エリアは何か神様に従って、ここに行くべきで、神様が導いてくださった。それに従いましたね。そんなに天国に死なずに召されることはないよ。そんなところ行かないと、ね、言わなかったですね。彼は神様に従いました。信仰を持っていました。ですから、第二にこれは死を見らなかった。死を経験しませんでした。死を見ることがなかった。と書いてありますね。死ぬことがない。それはいいことでしょうね。いいことだと思いますか、うん、いいことでしょうけども、それを経験する人、いますか。この部屋にみんなそう経験するかもしれませんよ。可能ありますよ。死なずにね、召される可能ありますよ。空中稽古の時にね、神様にふっと身元に引き上げられるのに、その、聖書によるとそうですね。ですから、それを信じていますか？信じてなければそうなりませんよ。イエス様を自分の救い主として信じ、頼っていなければ、あげられることはありません。が、イエス様を自分の救い主として信じ受けているならば、イエス様が戻ってくる時に私たちは空中にあげられますね。まあ、それがいつであろう、あるかをともかくとしてね。でも引き上げられますね。ですから、私たちは死なずに引き上げられるかもしれません。それは可能です。でも信仰が必要です。そのためにはね。私たちはイエス様を信じなければそうなりませんよ。でも なるかもしれません。ですから、エノクは素晴らしい。わあ、めったにないようなことが起きたというよりも、たくさんたくさんの人をそれを経験しますよね。死なずに引き上げられますので、別に不思議ではないんですね。ですから、同じく多くの人は信仰で。ですから、信仰を持つのが大切ですね。引き上げられるか死ぬかというのは大切ではありません。ある人は死ぬことを恐れているので、イエス様早く来てくれ。来てくれというのはいいですよ。ね、あの聖書的な祈りです。来てくださいというのは祈るべきですね。でも、自分が死を経験したくないからではなくてね。神様の御心で死ぬならば、それは素晴らしいことです。旧約聖書に書いてある、その神様の聖徒の死は素晴らしいことであるということも書かれています。ですから、死ぬことか死なないことが大切ではないですね。信仰を持つ。だから信仰を持てば、神様の望む死に方をすることができるし、信仰を持っていれば、神様の時であれば、死なずにあげられることも可能です。ですから、エリシアは、その、エリシアないわ、エノクは、そのことを経験しましたね。でも信仰によってですね。そして、まあ、もう一つの言い方は、エノックは、新約聖書の、いう言葉は、見えなくなった、ね。旧約聖書の言葉はいなくなったんですね。どういう、それ以上の詳しいことは書いてありません、ね。ただ、見えなくなったとか、旧約聖書はいなくなったっていうね。どういうことでね、わかりません。印象にもつきません。急にこう透明になったのかわからない。そこに立ててシュッと透明になって、あれ、エノクどうしたのとか、ね、またはどっか歩いて、エリシャみたいな、エリアみたいに、こう、あげられたのかね、馬車に乗せられてあげられたのか。まあ、馬車に乗せたら、馬車が分けてこう上がったんですけど、とにかく、ぐーっと上がった。で、エリシャは見たよね、これ。おーと上げられることがね、見たので、ゆっくりとして上げられても、イエス様がね、天国に戻った時も、弟子たちは見上げてるのに、こうやって、
うん、こうやって見てたら天使が何を見てるのってああそうかってだからそういうどういう風であるかは分かりません書いてませんね。エノクがこう急にいなくなったっていうとなんかイメージはこう透明になってこうあれどこ行った今どこ行ったねこう、まあ、ドア開けて 出たわけじゃないんですし分からないね。とにかく分からないけどとにかくどうにかして、いなくなりました。そしてそれ探してもいなかったんですね、探したみたいですね。あれどこだどこだって。だから誰もいなかった時にあげられたかもしれません。分かりませんね。とにかくそれが信仰によってですね。そしてエノクは信仰によって信仰の証を持ってましたね。その、最後の方に書いてありますね。証されていました。彼は信仰を持っていたという証があります。誰みんな知ってます。みんなが、あの人は信仰の強いお方ですと、みんなが言ったみたいな証がありましたね。私、あなたはどうですか？私たちは信仰を持っている。不信と。あなたはどういう人ですかって聞かれたら、あの人は不審な人ですとか、信仰の人ですとか、どう言われますか？証がありました。みんな分かってますね。不思議ではなかったですね。神様の身元に引き上げられた。ある人はね、こういうんですけど、エノクがいつも神様との交わったので、本当のもう神様との交わりがあんまりにも近かったので、ある人は散歩して、で、神様が、あんたのところまで帰るのよりも私の方が近いから来いって言われて、なんかそういう話で全然作り話ですけどね。そんなことは全然わからないですけど、とにかくね、信仰を持ってた。だから生きていた時も信仰、ただ、死ぬ時の信仰だけじゃなくて、ね、私たちは死ぬ時に来ると信仰を、強い信仰を持ちたければ、今、強い信仰を持たなければなりません。ですから彼は信仰を持てた証がありました。そしてもう一つ、信仰によって、エノクは、神に喜ばれたと書いてありますね。神様が喜んでくださったというのは素晴らしいことじゃないですか。それはヘブル書の11章の5節に書いてありますね。神に喜ばれた。どういうことですか。それは神様が喜んでくださったというのは、それがエノクの生きる目的でした。神様に喜ばれる。実はそれは私たちの生きる目的でもあるはずです。だがよく私たちはね、他の私たちは自分の喜びのためにね、自分に喜びがあるために生きたり、そして他の人を、ね、例えば、ね、恋人がいたら、これやってくれって言うと、本当はやるべきではないんだけど、まあね、喜んでほしいのでってこういうね、なんか自分のためとか他の人のためとかであれ、あるべきではないですね。私たち生きるのは神様のよう、神様が喜ぶようなことをするべきですね。自分が喜ぶことではなくて、他の人が喜ぶことではなくて、神様の喜ぶ。エノクはそうですね。エノクは信仰によって神様に喜ばれる。神様のために、神様、自分の楽しみ、自分の喜びは、大切ではありませんでした。神様さえ認めてくだされば、神様さえ喜んでくだされば、それでいいです、ね。ですから、エノクは信仰によって、それは信仰によってですね、神様に喜ばれる。私たちも、あなたも、私たちみんな、そうですか、喜ぶ、神様は喜びますが、やってること、喜んでないと知っていますがね、あることを私たちはすると、神様これを喜んでないんでしょうね、認めてないんでしょうね、あとで文句やられることもありますけども、その時に私たちは生きる目的は神様の喜び、神様の栄光、神様のためであれば正しく生きることができますね。でも時々神様よりも自分の楽しみ、自分の喜びの方が大切になりますね。その時に私たちは罪を犯します。ですがエノクはそうしなかったみたいですね。ずっと神様の喜び、神様を大事にします。神様の意見、神様が喜んでくだされば、私が、ね、楽しくなくても関係ない。ですから神様に喜ばれるような証をしていましたね。神様に喜ばれました。私たちもそう言えるように、生きるべきですね。神様のために、神様に喜ばれる。で、
そのためにはね、私たちがすることをする前に、ね、神様はこれを喜びました。どうやって分かるんですか、神様が喜ぶか喜ばないかってね。この、曖昧じゃないですか、どうだろう、これやったらどう喜ぶかなって、ね、聖書に書いてあるね、こういうことをすべきとか、こういうことしなさいとかね、そういうこと神様が喜ぶんですね。ですから、聖書を読んで、神様の望みを、理解して、それを神様のために生きるべきですね、喜ぶために。で、11章の6節にこう書いてあります。6節お願いします。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。はい、ですから、神様に喜ばれるには、信仰がなくてはなりません。そして、神様に喜ばれるには、何をしなければいけません。そこに2つのことが書いてありました、ね。まず第一に、神様を信じなければ、神様の存在を信じなければなりません。神様の存在を信じなければなりません。神様がいることを信じなければなりません。まず第一にね。で、神様いないとかね、いう人は神様を喜ばせることができません。神様のために生きることもできません。まず第一に神様がいることを認めなければなりません。で、誰もそれを知ってますね。ある人は、牧師の者が言うには、生きようとしてはいませんってね。本当は神様は信じてない人はいない。だから神様がいないという人はいませんという彼が言うんですね。神様は、本当はいることは誰でも分かってるんですね。本当は分かってます。でもそれを認めない人はたくさんいます。神様の存在を認めたくない人はたくさんいます。ですから、神様のまず存在を認めなければいけません。だから、まずそれが第一ですね。そして第二に、まあ、ここに書いてあるんですね。先ほど読みましたけども、神がおられることと、もう一つ、まあ、その前に、詩編の、神様の存在は、聖書のいろんな箇所にあります。いろんな証拠とか証明がありますね。いろんなところに神様がいることを、神様が私たちに表してくださっている。で、神様は、私たちに自分を表してくださっている。三つの方法で私たちに自分を表してくださっています。まず第一に何ですか？詩編の19編、見てくださいますか？詩編の19編。一節から六節までに、神様の世界、英語ではworld で神様の創造物を見て、神様が存在しておられることを理解することができると聖書に書いてありますね。だから詩編の19編の1節から6節まで、誰が読んでいただけますか？ここには書いてませんけども、読んでいただけますか？1節から6節まで。はいはい。天は神の栄光を語りつけ、大空は御手に綿を吊るしなさい。昼は昼や話を伝え、夜は夜へ吊るしなさい。話もせず、語りもせず、その声も語らない。しかしその統合は全地に、その言葉は世界に含まれた。神は天に太陽のために同じようなもの。花婿のように太陽は照らされて、自身の三つを道具と言います。天の果てから滑らないのに、天の果てまで滑らないのに、神の力は滑れるものなのに。はい、ありがとうございます。ですから神様がいることは、神様の創造物を見て、分かることができる。同じくローマ書の一章の20節を、誰か読んでいただけますか？ローマ書一章20節。の一緒にすればいいですので、あれでも。はい、おまし一緒に20節。じゃあ、松田さん。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。はい。ですから神様の存在を、この創造物を見て、神様がいることを分かります。ね、ですから誰でも分かってるはずです。分かる責任がありますね。神様の弁解の余地ないというのはね、言い訳がないというわけですね。だから神様それを要求します。
ある人はさ、いやだって神様の存在知らなかったもんって、あの神様見えんかったしっていう言い訳はならないですね。神様がいる十分な証拠はたくさんいる。目を開いて周りを見れば神様がいることは分かるはずですと神様は言うので、まず第一に神様の創造物とか創造によって神様がいることを分かります。第二に神様の御言葉、神様は、まあ、特別啓示ですが与えてくださっていますので、私たちは神様の御言葉によって神様がいることを理解することができます。分かること。その同じ詩編の19編の7節から10節までだから読んでいきますが、詩編19編の7節から 10節まで。はい。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くてその目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。はい、ありがとうございました。実はその主の戒めとかそういう言葉は主の、御言葉、ね、神様、聖書のことについてですね。ですから聖書に神様は自分を私たちに表してくださっています。ですからまず自然を通して神様がいることを分かります。そして神様が特別啓示を与えてくださったので、私たちは聖書を見て神様の存在を認めることができます。そして最後にもう一つ、その詩編の19編の11節から14節に書いてありますけども、あ、そうだ、その前にあの、まあ、第二テムで3章の16節を、ね、言葉で全部聖書は神様の霊感によるものであることが書いてありますね。ですから神様が全ての、自分についてのことを聖書についてに示してくださっています。そしてこの、神様の英知ですか、これは人間は心の中に神様がいることは自然に分かっているということですね。でそれが詩編の19編の11節から14節まで。誰がそこのところを読んでいただけますか。11節から14節までお願いします。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、じゃあよしこさんお願いします。はい、ありがとうございました。そして同じくローマ書の2章の15節を誰か読んでいただけますか。ローマ書2章の15節。あ、でも彼らはこのようにして立法の命令が彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親と一緒になった証し、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。はい。そこのところを見ると神様 に対する知恵とか神様の存在は人間は分かってるはずですね。だからどこの国でも何か拝んでますね。何か神を作って拝んでますね。何か神を拝まなくちゃっていうね、気は人間の心にあるんです。それは神様が示すことになっています。ですからまず神様の存在を信じなければいけない。第二に神様を信じなければいけない。だから神様の存在と神様の言うこと、神様を信じなければいけない。私たちは神様を信じなければいけない。その、そこに書いてあるね、神を求める者は、報いてくださる方であることを信じなければなりません、ね、だから神様が自分の言うことを必ず果たすことを信じなければいけない。だから要するに神様の言うことを信じなければいけない。神様の言葉を信じなければなりません。
だから私たちは神様の存在を信じるだけでは足りませんけどね、存在を信じ、まず第一に認めなければいけませんし、第二に神様の言うことを信じなければいけません。神様を信じ、神様の言うことを信じなければなりません。そのヨハネの17章の17節、これは、真理によって彼らを、清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですと書いてありますね。ですから神様の御言葉は真理です。神様は自分を私たちに表してくださっています。そして神様を信じるべきですね。神様は信頼するべき、信頼する方ですので、神様は信頼できる方ですので、忠実な方ですので、神様を信じなければなりません。ですから神様の言うことを信じなければ、すべてのこと、人間に対してのこととか、自分に対してのこと、私たちは神様どういう方であるか知るのは、聖書に書いてあるから、神様は示してくださっているので、信じなければなりません。そして神様が私たちのことについて言うことを信じなければ、私たちが罪人であることを神様は言うんですね。それを信じなければなりません。いやー、私はちょっとそれちょっと違うと思います、ね。聞いたことありますか？ある人は言うんやね、聖書にそう書いてくれる、私はそう思いませんとかね、何言う、ね、でもね、正直で言えば、あなたも多分、ね、ある時言ったんじゃないですか。いやー、でも、それは違うんじゃないって、自分の考えには合わないからね、人間の考えには合わないからね。でも、自分の考えを捨てて、自分の考え、よりも神様の言葉を信頼しなければ、信じなければなりません。例えば、ローマ書の6章の23節、これは神様の報いって書いてあるけども、神様が、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちのキリストイエスに、主キリストイエスにある永遠の命です、書いてあります、ね、それを約束です。神様の言うことは、言うこと、神様の言葉を信じなければなりません。ですから私たちは神様を喜ばせるには、神様を喜ばせるには、まず神様の存在を認めなければいけません。第二に神様の言葉を信じなければいけません。そうすると神様は喜んでくださいます。ですから神様に対する信仰は、神様が認めてくださいます。神様の望むような信仰を持っていると神様は私たちを喜んでくださいます。最後に、エノクについての一つの箇所があります。これはどこですか？ルカ伝の3章の23節ですけれども、エノクは神様、イエス様の、先祖でした、ね。ルカ伝の3章の23節からずっとイエス様の、先祖がの書いてあるんですね。でその37節にエノクの名前が出てきますけども、ですから23節と37節、その書いてあるところだけ読んでいただけませんか。お願いします。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡ってメトセラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラエレルの子、カイナンの子、などなどってね、こうずっとあの歴史が記録されますけども、エノクはイエス様の先祖でした。それは素晴らしい。それほどに素晴らしい特権はありませんでしたね。肉体的に言うとね。ですから、私たちは信仰。なぜエノクはそのイエス様の先祖でありましたか？信仰によってですね。神様を信じたからですね。神様を信じ、神様に従って、神様のために生きて、神様を喜ばせ、そして、神様に引き上げられましたけども、彼の子孫がね、子供が。で、面白いことに、そこに書いてありますけども、エノクの、その37節の、これは順番が逆ですけどね、子供から親にこう伝わってくるんですね。またエデンは逆だと思うんですけど、とにかく、エノクの子供は誰でしたか？メトなんとか言うですね。メト、フースは英語で言うんですけど、メトセラ？メトセラ。は、どういうお方でしたか？長生き。そう、長生き。一番、人間の中で一番長生きしたものですね。何歳でした？90
969歳。すごいね。もう少しで1000になったらね。残念ですけどもね。もう少しね。でも、なんでその時に死んだか知ってますか？洪水のすぐ前だね。その年に死んだからね。洪水さえなければ1000歳まで生きたかもしれない。それが、エノックの子供でしたね。それが自分の信仰を家族に回したみたいですね。自分の信仰が強ければ、その信仰の影響を他の人にも回すことができますね。他の人も強い信仰を持つことができます。でもあなたは信仰を持たなければ、神様を喜ばせることできないし、他の人のためにいい栄誉の影響もできませんし、ですから信仰を持つのが大切です。重要です。ね、ですから、信仰を持ちましょう。まあ、ね、先週の話、先々週の話覚えてください。信仰どこから来るかとか、どういうのであるかとか、ね、また今日話すませんけども、時間ないですけども、とにかく信仰を持ってください。そして、神様の何がなければ信仰を持つことができないと言いました。先週、先々週だったかな。神様の御言葉に栄光されなければ信仰を持つことはできません。信仰は神様の御言葉から来ますので、神様の御言葉を大事にしましょう。毎日読んだり勉強したり、影響を受けましょう。そうすれば私たちは信仰を持つことができます。そして私たちが神様に喜ばれるし、他の人も影響できるようになりますので、ぜひそうしてください。その大切性を覚えてください。イエス。はい、最後にお願いしましょう。愛する天の様、この時間を感謝します。神様の御言葉を感謝します。神様の御言葉が真理であることを感謝します。そして私たちは手元に神様の御言葉があることを本当に感謝します。ある時代、そして今でもある国では神様の言葉を自由に持つことができませんので、私たちが自由に手元に持つことができることを感謝します。なお、あるだけでは、意味がないですので、神様の御言葉を読んだり勉強させてください。忠実に神様の御言葉を大事にさせてください。そして神様のために生きさせてください。信仰を与えてください。そして他の人も影響させてください。今週一人一人を神様のために用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。うん